さん、はい、鉛筆です。あ、あった？あ、D の2ってのがあるね。これ何？浸出性気概収縮多発。はい、こんにちは、マーチャンネルマヒョレです。はい、今日はですね、エイジンくんの筆箱紹介したいと思います。はい、それともう一つありまして、私の健康診断の結果でございます。これはおまけ。そう、動画の最後の方でやりますんで、ちょっとパパも見るの怖いんでね。はい、エイジンくんの筆箱こういうんでね、横ピタって種類。ああ、横ピタ猫、それの真っ黒バージョン。あの、なんでランドセルそのままペタって入れるやつね。だけどね、はい、横ピタできなくてランドセルの底の方にピタってやってる。はい、じゃあ開けてみてくれる？ここに入ってるのは定規類だ。定規だね。定規と、これが普通定規、三角定規、三角定規2つ入ってる。そう、だから分度器も2つ入ってるじゃん。分度器はこれ1個教科書についてたやつで、ああ、鉛筆です。お、おっと、なんこれ、エイシンくん、プロフィール。プロフィール、うん、カブトムシの絵が思いっきり描いてんじゃん。どういうこと？いや、好きなものがカブトムシとか描いたから、それで絵を、マジかよ、絵をめちゃくちゃ描いたんです。そうなんだ。あとは、鉛筆が入ってますね。赤青鉛筆と、あとこれ何？ B の鉛筆か。うん、あ、そうなんだ、ね、ここは HB、 これがなんか消しゴム、あとは鉛筆消しゴムですね、うん、これぐらいか。そう、ここにもカブトムシ描いてるんだけど、どういうことですか、エイジン君。まあでもこんな感じだよね、うん、男の子の筆箱ってのはこんなもんだよね。あのパパもそんなに可愛いものは入ってなかった、うん、いや、そんなにってか一切入ってなかった、うん、で、うん、もうちょっとかっこよくした方がいいんじゃないかと思って、パパいろいろやってきました。大体男の子通る道だと思うんだけど、すぐ終わるって、こういうね、ちょっと筆箱買ってました。これどうですか、これ。あ、めっちゃかっこいい。プーマの筆箱、うん、中はね、あ、なんか、え、なんか、なんか、うん、いいでしょ、こっちに定規とか入れる、定規で、ここに何か入れない。そうだね、他にも買ってきてる。他にもあるんだ。嘘でしょ。いや、筆箱いっぱい買ったわけじゃないよ、さすがにね。これ筆箱ね、1個。あとは、プーマの赤青、プーマープーマの鉛筆、プーマー、プーマの定規、プーマの消しゴム、プーマの鉛筆キャップ、プーマのエプリン。どうですか、オールプーマっていうちょっとパパの提案です。ちょっとじゃあ開けて中に入れてみましょうか、うん、はい、はい、ということでオールプーマ筆箱完成しましたよ。中開けるとここに定規ね。で、定規はこれ素晴らしいね、パパも子供の頃これ欲しかったわ。30センチ、すごいね、うん、これいいね。この状態では15センチで使えるんだけど、広げることによって30センチ。すごいね、うん、で、ミニ鉛筆削りね、うん、これは上でパカって開けられるんだ。開けた。あ、で、ここに鉛筆こう回すんだね、うん、はい、で、消しゴム2つこんな感じです。うん、で、鉛筆なんだけどこれ裏に入れるみたいね、うん、あの、ここだとね全然短くなっちゃうのね。そうだね、うん、だからこれはサインペンとかだろうね、うん、はい、で、キャップもまだつけてません。なんでかっていうと、キャップつけるとね、ここいっぱいいっぱい入んないんだよね。入んない。鉛筆削ってからキャップ差し込む感じだね。うん、うん、はい、そんなわけで、今までエイシン君が使ってた筆箱、パパが新しくご提案させていただいた筆箱を、エイシン君、明日からどちら使われますか？そうですか、はい、なんででしょうか、派手ですか、これは。派手、派手か、派手。あ、そう、うん、あ、そう、派手か、うん、金もついててかっこいいけど派手だと思う。あ、そうか。まあでも5年から使ったもん、というか2学期から使ったもんと、もしかしてもうみんなこういうの使ってる、こういうタイプのやつも女の子が使ってる、プーマじゃないと。そうなのね、男の子みんなこういうタイプ。そっかそっか、なるほど。じゃあこれはですね、エイシン君、家用の筆箱としてどんどん使ってください。で、消しゴムとかね、うん、あの、定規なんかはこっちに移して、うん、新しい定規はそれでいい、うん、使ってもらっていいですかね、うん、そんなわけでパパのご提案の筆箱は取らずということで残念でございました、うん、はい、ということで今日の動画が健康診断を忘れてない
てなかったんだけど、じゃあ見ようか。はい。いやパパはまだ見てないらしいです。見てないからさ、本当怖いんだよ。どうでしょうか。なんでかっていうと、これね、パパね、ダイエット始める前なのよ。あ、俺前だから、いろいろね、結果がまずい可能性があってね。じゃあ撮りますね。ただ暑くないから再検査とかではないんじゃないかなと。お、ほとんど A だね。え、ほとんど A。 あ、でも C が所々ありますね。本当だ、なんか C が、BMI が C だね。BMI ってのは体格指数ってやつね。体格指数、うん、あ、まあ、要はおデブちゃんだったってことだね。C になってますね。脅威とか内臓脂肪面積も C。 要はおデブちゃんだったんだな、パパな。あ、まあでも今違うと思うよ。だってパパダイエット始めて6キロ落ちたからね。あとは ALT ってのも C だね、うん、肝細胞に多く含まれる酵素で肝炎や脂肪肝などで上昇します。ということで、まあ、これも太ってたってことだろうな。内臓の肝臓の近く脂肪が溜まってたと。やめて、その話は。エシ君ね、体の中のね、ちょっと弱いからね。え、2枚目を見ましたけども、2枚目はあ、D の2ってのはね、これ何？心電図って何？心室性気外収縮多発って書いてあるけど、なんだろうこれ。損傷が出ております。心電図検査の結果、再検査または精密検査が必要です。だって、あ、循環器科を受診してください。 ALT が高値です。食事などの生活習慣にご注意の上、1年後に経過観察してください。身体計測の結果、軽度肥満を認めます。太ってるって言われたね。飲酒と食事にご注意いただき、適度な運動も心がけてください。1年後に経過観察をしてくださいって。ちょっと待って、心電図検査の結果、再検査または精密検査が必要ですって書いてある。心室性気外収縮っていうのが多発してるみたいなね、パパね。これどういうものかというと、電気の発生源が通常ではない心室部位から通常のリズムよりも早く発生した状態を言います。さまざまな心疾患や健康な人でも興奮、喫煙、過労死などに見られます。だからまあ、なんだろう、過労死っぽいんじゃ、もしかしたら疲れててこの状態が出てたかもしれない、うん、まあ、念のため再検査してくださいってことなんだね、うん、大丈夫でしょ、多分多分ね、大丈夫だ、大丈夫だよね、多分大丈夫、大丈夫だよね。はい、そんなわけでですね、今日はエシン君の筆箱の新しくしてみようかなと思ったら、パパの提案は断られ、パパは健康診断の結果再検査ということになりました。ママすごいガクンってなってるけど大丈夫？昨日の動画ね、チャンネル登録者20万人おめでとうってやつだったんだけど、今日めっちゃ暗い動画になって、超嬉しいと、ね、急降下しちゃって、ね、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひ2ボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。まあ、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もこの辺りからよろしくお願いします。ということで、今回はおすすめ動画はここら辺にあるよ。